じゃあ私行こうか。ラブラジー、はい、ということで、なんかすごい出落ち感のあるなりましたけど、はい、そうですね、はい、もう日曜3時は、琉球大学放送クラブがお届けするラブラジーの時間ということでね、はい、はい、本日3回目か、はい、進めさせていただきます。はい、はい、ということでね、私3年次の、森田優希です。よろしくお願いします。お願いします。私は坂本聖羅と申します。そして見切れてるけど見切れてないんだよ今。あ、本当だはい、久木原唯一食クッキーでお送りします。はい、お願いします。はい、お願いしますということでね、なんかちょっと今まで2回ともちょっと固定メンバーでやってたのかな。そうですね、うん、前回がちょっと1人、うん、女の子が入ってやってたんですけど、うん、じゃあそっか、あれか、これは固定メンバーじゃねえぞと、はい、ですね、毎週聞いてくださってる方は、ね、そう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 、なんだパーソナリティがガラッと変わったぞっていう、うん、お前ら誰かのことねみたいななってるんじゃないのかなと思っております。放送クラブのメンバーで持ち回りで毎週パーソナリティ変えてやっていこうっていう番組なので、これからも新顔がどんどん出てくるんじゃないかなと、そういう予定です。予定です。予定は見てない。来週も同じ人が出るかもよ今そう5人登場したんで、あと15人ぐらいいるのかなですね、うん、うちのサークル自体は20名ほど所属しているので、うんうん、そのくらいになるかなと思われます、うん、なのでコンプリート目指してね、皆さん毎週聞いたらコンプリートできるよ何を集めているんだろうということでね、まあまあまあ、この番組は先ほどもちょっと申し上げたんですけど、はい、あのなんだっけ、はい、リスナー参加方はい、大丈夫ですか、はい、最近ちょっと老化現象が始まってるのか、はい、全然言葉が出てこない、はい、先ほども申し上げたコンセプトですよね。そうそう、リスナー参加型ということなので、はい、メッセージ募集しています、はいはい、メールアドレス、797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com ですね。はい、はい、お待ちしております。はい、ということで、まあまあこれね、顔が見えるラジオということもね、そうなんですよね、うん、ちょっと恥ずかしい恥ずかしいまあ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 、まあ、皆さん好意的な反応を示してくれると信じてるので、私はなるほど。ツイキャスとかでもね、配信してるので、ね、そう、配信してるので、はい、ツイキャス、ユーストリームでね、はい、FM ギノワンって言って検索していただけると多分出てくるのではないかなと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。あと私たちのサークルの方のメールとかの宣伝も行いますか。そうですね、もうメールアドレス、なんか感想とかね、メッセージこっちに最後送っていただいてもよろしいので、はい、うん、ぜひぜひ。スタジオラブ @gmail.comstudiorub@gmail.com ですね、はい、懸命にラブラジって書いていただけると幸いですね。嬉しいですね、うん、ちょっといろんなメールがごちゃごちゃしてるので、ちょっとちょっと書いていただけると本当に嬉しいです、はい、申し訳ません、お願いします、はい、ということでね、まあまあまあ、もう4月でしたね。ましたね。4月の今日3日ですか、はい、今日3日、怖いですね、もう暖かくなってきましたね
今ねすごい日差しがポカポカと入ってきたんですけど、ね、ここ見晴らしもいいんですごく気持ちがいい天気だなって伝わらないけど伝わらないけど服装から察してください。いかに暖かいかみんな軽装ですもんね。ここでいらっしゃいますからね。そう、スイカスユーストの方はね、僕らの服装が見えるので、はい、ぜひねそちらでもご覧になってると、はい、今日ミキサーさんも一人半袖ですね。すごく涼しそういやでも実際に窓からね海が見えるんですけど、うん、本当に気持ちよさそうなんですよね、はい、すごいお散歩日和っていう。お散歩、あ、そうですね。この後放送終わってから行きますか。あ、行きますか。行きます。行きますか。中の良さをアピールして家が近いんでね。向かい合わせに住んでるので、うん、私仕事ですけどはい、ということでね、まあ、はい、もう4月に入ったということはね、僕らもそう、さっきちょっと自己紹介の時に3年生って自分言ったかな、いましたね、はいはい、新3年生ですね、うん、怖い怖い、ね、だって残りの2人が新2年生ということで、そうそうそう、はい、だって一昨日まで2年生ですって言えたんですよ。言えたんですね。別に悪いことじゃないと思いますよ、3年生になることは。悪いことじゃないんですけど、なんか大学生活折り返したな感があって今すごい半端なくて、あ、なるほど、もう今もそう授業で忙しくて、はい、昨日も図書館にこもったりとかしてたんで、あ、これが大学生かとかぽいですね。皆さんの折り返しと同時に新入生が新たに入ってくるんですけれども、はい、サークルに欲しいですね、うん、ぜひともぜひとも皆さん来てください。4月7日にねサークルオリエンテーションっていうのが開かれるの で、ね、司会が私たち琉球大学放送クラブがそうです、ね、させていただくので、いただきます。もしよければね。そうですね、ブースもね、それぞれ小部屋みたいな感じでブースも出すんですけど、はいはい、各サークルね、うんうん、そこ放送クラブも出るので出すので、はい、入り口入ってすぐぐらいにあるので興味がある方はぜひ、はい、そうですね、覗いてもらえるといいかなと思うのですが、うんうん、新入生をどのクラブもちょっとね、そうです、狙いに行ってますからね。欲しいな、はい、ぜひともうちに来てくれれば、喋れなくても機材がね、はい、うん、機材に興味のある方でも、そう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 、もし喋りたいっていう方でも、うん、なんならもうボードゲームをしなくても、そうなんですよね。私も今言おうと思ったんですけれどもちょっとなんか今おかしいのが入ってたぞそうです、放送というね、あれと同時にボードゲームもやってるっていう。そう、なんかちょっとメンツがね、そうそうそう、うんうん、部屋の一睡がね、なんかもうボードゲームの山で埋まってますからね、ですね。てか全体的にうちのサークル、そうそう、オタクが多くないですか、うん、アニメ好きな人が多いかなって。アニメ好きな方が多いですね。自然と集まってて話があれ合う合うあれみんなアニメわかるのみたいな、ね、あら君も、うん、みたいなね、君もだからそういうノリで、うん、次のコーナーの、はい、イントロ曲のジャンルは決めたんですけど、うんうん、決めたのそれ決めたの、はい、コーナー1位がねイントロドンなんですけれども、どテーマがアニソンということで、はい、ジャンルはアニソンでお送りします、はい、わかんない、当てに行けるかな不安でしかない行こう当てに行こう頑張りますからということで、これからね4時までの1時間ですかね、はい、こんな調子で行こうと思うのでよろしくお願いします、はい、お願いします。緊張してるようなしてないような喋り出すと出てくるね、もう案外出てくる、そう、もうこれは別の私だ、自分話脱線させすぎ大丈夫ですよ、もう戻しましたからそう、すごいナイスだった、この流れで新入生にそう、ここからそう3年生ですねっていうのちょっと私がコールしてから曲です、そう OK です、だからジングルが入るから乗り込んで、ジングルが入って、はい OK です、すっげー飲んでる音これ作るのに苦労しましたでしょうね、あ、そっか、はい、15秒前です、はい、はい、セブン、ナイトポイントセブン、イントロドン、はい、というわけで、はい、先ほども言ったようにアニソンでお送りしますよ、アニソンか、
もう、はい、これはね、ちょっと私アニメあんまり見ないんですよ。森田さんは輝けない子なんですね。そうそうそう、私たち2人が頑張るしかない。両手を固めている私たちがかなりのお宝なので、そこ頑張りましょう。はい、当てれるかな、初めてだ。初めてだ。ね、これはどういうルールでいっちゃうんですか。うん、まあ皆さんの知ってる通り、うん、イントロドンで1秒、3秒、5秒、3回曲が流れます。うん、なるほど。それを、うん、まあ分かったら答えてくださいっていう。おお、ほうほうほう。曲は私たち全く知らないので、ミキサーさんが選んでくださいました。あ、セイラも知らないの。私も知らない、もちろん知らないですよ。なるほどね。ちょっとじゃあやりがいがあるんじゃないですかね。はい、というわけでじゃあ早速1曲目。もうちょっと早いけど行っちゃいますか。はい。お願いします。じゃあイントロドン。ああ。早くない？わかる？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。だってこれはわかるよ。ちょっと待って。本当に？あ、わかる？めっちゃわかるよ。本当にわかるよ。私ね、本当にイントロ向かないと思うんだよね。これはわかる。ごめんなさい、確認のためにもう一回お願いしたいんですよね。じゃあ、次3秒。はい。さあ、3秒待ち。はい、行きましょう。はい、イントロドン。あ、うん、あ、わかった。分かった分かった。曲名は分からないの。曲名は分からないの。曲名が分からない。曲名。歌い出せるよ、この場合は。でも、タイトルは分からない。これはタイトルを言わないと正解にはならないですか？アニメは多分全員共通頭の中に青いものが浮かんでると思うんですけど。そうです。空を飛んでる青いやつね。青い丸いこうね。タヌキが。とあるロボットが。出てこない。多分丸い青いロボットが大きくうなずくけれども、3人ともタイトルが分からない。いや、タイトルあれかなっていうのがあるんですけど、1個行ってみますか。え、これもう答え言っちゃっていいの。いいですよ。じゃあ言っちゃいますね。夢を叶えてドラえもん。おお、あー、あー、なるほど。ドラえもんのこれはいつ頃の曲ですかね。新しい方だよね。そうです。だいぶ比較的どっちかっていうと、ここ5年ぐらいですかね。聞いたらあーってなりますもんね。多分皆さんも一度は聞いたことがある曲なんじゃないのかなと。あ、この調子でいけるかな。絶対私タイトル言える自信ないですよ。タイトルわかんないね。あれだーってなるけど。そうそうそう。なんだろう。ドラえもんは先々週見てたから偶然わかった。なるほどなるほど。そう、偶然。テレビない二人がちょっときつかったね。ちなみにテレビがない二人。行きましょうか。行っちゃいます。はい、はい、じゃあ行きましょうね。イントロドン。あ、なんか聞いたことある。わかるんだけども、全然わかんない。聞いたことある。なんか自信ないかもしれない。ちょっと1秒はさすがに、ね、ちょっときついかな。もうちょっとね、ちょっと確認のためにも3秒いきましょう。じゃあ3秒バージョンいきますか。はい、じゃあ行きます。イントロドン。カラオケで歌ってた。え、私カラオケで歌った。お箱じゃない。仕事。でもタイトルわかんない。え、あのね、うん、わかるわかる。夕方アニメだよ。夕方アニメ。夕方アニメなの。わかんない。あの紫色の浮遊物体が。紫色の。え、本当に。え、違くね。そっちじゃないの。違うと思う。え、絶対そうだって。あれ全然メジャーじゃなくない、曲としては。え、だってでもタイトルはわからないんです、本当に。絶対これリスナーさん置いてけぼりだよ。ちょっと紫色の浮遊物体、誰が歌ってるかとか言っていいですか。浮遊物体出ますか。ほら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 、あの子だよ。え、ちょっと待って、それ B から始まる子。うん、B から始まる子。何それ。 B から始まる、 B から始まる教育テレビに出てくる子。そう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 。あ、うん、あ、違う。あのプリンが大好きな主人公のアニメに出てくる紫色の浮遊物体。あれでしょこう最近原服した姿が出てきたと話題の子でしょ。そう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 、15歳姿が話題の。はいはい、分かった。一応確認のために5秒5秒5秒流してからいきましょう。じゃあいきます。イントロドン。はい、OK です。でも曲のタイトル自信ない。わかんない。ビンちゃんの何これは。貧乏神のビンちゃんの歌。ビンちゃんの何だろう。ビンちゃんの何だろう。でもセイラだって私カラオケで歌います。でもあれはあのおじゃる丸で検索をして出すんですよ。おじゃる丸出ちゃった。何だろう。貧乏神のビンちゃんの歌。え、なんだ、合ってます。あ、ビンちゃんの歌。え、ビンちゃんの歌。あ、合ってる合ってる。あ、正解。合ってる。やった。
え、わかんない。この街いつも、あ、それだ。そうだそうだそうだ、おじゃる丸の貧乏神のビンちゃんって皆さんわかりますかね、なんかの紫色の継ぎはぎの浮遊物体なんですけれども、はい、いるんですけど、うんうん、その子が自分のテーマソングを考えてほしいって言い出して、うんうん、それで最終的に自分で作っちゃうんですけど、作った曲がこれです。エンディングでも使われましたね。そうそう、エンディングで使われてるので、はい、聞いたことある方が、結構いい曲ですよ、うんうん、かわいい感じ、そうそうそう、ちょうどこれ歌ってるのがビンちゃんなんですけど、本当に澄んでるよね声が。私カラオケでたまにこれ歌うけど、この澄んだ声出せないんですよね。澄んだ声出せないんですよ。澄んだ声出せないんですよね。話、あ、やめよう、悲しくなってきた。次の曲いきましょう。次の曲忘れよう。ということで、じゃあ次の曲、はい、次の曲いきましょう。じゃあいきましょう。じゃあ1秒バージョンですね。はい、はい、イントロドン。はい、わかった。わかんないわかんないわかんない。はい、わかった。わかんないわかんない。はい、わかった。わかんないわかんないわかんない。これわかるわ。なんで？これわかるわ。あの2曲に苦戦したセイラがなんで？これわかるわ。わかんないな。なんだ？わかる。絶対皆さん聞いたことある。わかる？絶対わかる。本当？強いて言えば、うん、今はいつやってんだろう。水曜日の、まだやってる。お昼。水曜日のお昼？うん、アニメ？アニメ。アニメでお昼。今やってる。今やってる。うん、むしろ、うん、これ全国民が知ってるアニメじゃん。え、ぐらいのレベル。さ、3秒、3秒、はい、3秒いきましょう。じゃあいきます、はい、じゃあ3秒バージョン、イントロドン。ね、わかんない、わかんない、わかんない、え、わかんない、知らないのかな、みんな、え、わかんない、え、でも私、このアニメといったらこの曲、うん、え、え、サビは有名、もうサビ聞いたらみんなが、ね、イントロわかんないかもしれないけど、うん、A メロ近くなったら多分わかる、 A メロ近くなったら、5秒、え、これ5秒版聞きますか、一応聞きたいです、はい、じゃあ5秒版聞きましょう、聞きたいです。じゃあ行きましょう、5秒版イントロドン。わかんない、わかんない、店長さん、この後からわかるかな、え、この姿から、え、わかんない、え、当てていいですか、うんうんうん、ワンピースで We are、 よっしゃ、へー、これなの、こんなイントロなんだ、へー、We are、 これは一番古いバージョンですかね、あー、バージョンがあるの、何種類かあって、ほんほんほん、東方神起さんとかがカバーした時期もあったし、あー、なるほどね、これは、はいはい、これあ、この辺からわかんないですかね、あ、うん、あ、はいはいはい、こっちがイントロと思った、はいはい、長いです、ね、出だしを知らないか、みんな、うん、こっちになるとね、わかるけどね、歌い出したらもう皆さん 100% わかりますね、今水曜のお昼にやってるの、わかんない、いつやってるのかな、私が小学生の時は水曜のお昼やってた、宮崎はまた違うから。あ、え、え、あ、宮崎はですよね。宮崎必ずあの一部地域を除くに入るんですよ、ね。宮崎は、そうですよ、民放が2つしかないから。そうなんです。あ、めちゃくちゃ自分の出身地の話して。もうダメだ。よし、曲目いきますか。次行きます。なんでセイラーがこんなダメージ負ってんの今。やめましょう。人をえぐりたくない。行きましょう。はい、じゃあ、行きます。イントロドン。あ、わかった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 。でもタイトルは知らない。これ、あれ、あれでしょう。ディズニーでしょ。ディズニー？ディズニーの合ってますか？あ、ディズニー。アリエルだよね。アリエルだよね。アリエルだっけ？でもディズニーってことはわかる。え、わかんない。タタ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 。アリエル？でも曲の名前なんて知らない。曲の名前も知らない。私、ディズニーなんてこう、なんか、こう、夢見がちな女の子が見るものだから。ディズニーはみんな見ていいんだよ。いやいやいや、ちょっとね、まだピンと来てない方もいるかもしれないので3秒流してもらいましょう。ちょっとまだ分かってない、ね、はい、イントロドン。めっちゃ名乗ったじゃん。あれでしょ、あの、何、エビかなんか、あれの歌じゃないの、ステファさん。ああ、うなずきをいただいてるミキサーさんから。でもタイトルは知らない。タイトルは知らない。あれエビなんだ。え、アンダーザシー。え、正解？すごい、ガッツポーズしてらっしゃいます。木原さんの。あ、リトルマーメイドでアンダーザシー。アンダーザシー。当たった。なるほど。すごいな。ごめん、本当に私はね、ディズニー疎くて。見ないんだけど、うん、友達がピアノバージョン弾いてたから。あ、逆は聞いたことあるかもしれない。うんうんうん、言われてみればって感じかな。うん、さっき思いっきり名乗りましたしね、アリエルって。ん？な、うん、そう、アリエルの。え？歌 で、 歌で、あ、そうなんだ、さっき思いっきりアリエルって呼びましたから、ね、あ、アリエルって言ったんだ、確かに、アリエルの周りにいる魚が歌ってる、あー、なるほどね、のはずと言いつつ私は見たことがない、私もない、ない、みんなない、みんなない。見よう、じゃねえか。じゃあ最後の曲、次最後で、最後最後
か、うんうん、最後 OK。 じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。最後のイントロドンですね、はい、じゃあ行きます。イントロドン。え、あ、わかった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 。またドラえもんかなと思った。違います、多分。あ、なんかね、これかなっていうのが今3つぐらい上がった。私もわかりました。わかったの？多分合ってるはず。おー、嬉しそうだな。なんか腹が立ってきたぞ。賛美を聞きたいです。お願いします。じゃあ、いきます。はい、イントロドン。あー、ジブリ。うん、ジブリ。でも、なのは、どのジブリだ？わかんない。にゃんこ？にゃんこ。あ、オッケー。じゃあ、わかった。5秒バージョンいいですか？行きましょう、行きましょう、行きましょう。じゃあ、5秒バージョン。イントロドン。これで終わるのか。うん、5秒だとこれで終わるのか。これぐらいですね。あともうちょっとで歌い出し。そうですな。多分歌ったらわかると思う。歌い出したらジャカジャンって入りますからね。じゃんじゃじゃじゃってててて。歌う？いいよ、歌って。竹原さんの。歌わない。歌う？いいよ、歌っても。でもね、名前が出てこない、この曲。何かは分かったんだけど。もうクッキーは分かった感じ。曲名も分かる？曲名、今、風って入りますか？ああ、そこだけ来てる。今、風。風。風、風がなんだっけ？風、風、風。なんだっけな、風までは出てきたよ。風。風に。風に。あ、分かった。なんでですか？あれ？あ、違う、ごめん、嘘ついた。ごめん、分かってない。風になる。おー。というわけで、猫の恩返し。そうね、猫の恩返し。風になる。ジブリのにゃんこといえば、猫の恩返し。あーなー。うん、結構。ここまで聞けばわかりますね。皆さん、今回の5曲わかりました？いやー。おじゃる丸がきつかったんじゃない？え、私はもうウィーアーがきつく、それ以外は割とピンと。私一番ドストライクがウィーアーだったその、ま、真逆さよ。ジャンルが明らかに違う世界で生きてきた私たち。ウィーアー以外は全部1秒で分かったはず。おお、うんうん、すごいな、すごい。ドヤー、木原さんすごい。ドヤー、ラジオでは伝わらないドヤー。すごいドヤ顔してるのでね。満面の笑みです皆さん。ああでも確かに、うんうん、あでも皆さん知ってる曲を比較的選んでいただけたのかな。そう、メジャーなアニメの、ミキさんがアニメ分からないと言いつつも頑張ってくださった、うん、すごい頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあちょっと早いけど曲いきます。そうですね、この5曲からこのまま、あ、そうでしたっけ、使って流すってことで大丈夫でしょうか、うん、はい、というわけで、うん、まずは1曲目をお送りしましょう。猫の恩返しで風になる。私たち的なレオさんから。ああ、分からなかった。あ、レオさん、私たち的な、どれに対して、どれに対してなんだろう。多分風になる的に時間帯対して。何分前だ。15時。てか、レオさん聞いてくださってるんだ、ね、ありがたいですね。そっちですよね。そろそろ、あ、もうちょっといっか。これはマイク入りっぱなしですか、うん、あ、じゃあレオさん聞こえてるかな。あ、これ誰が歌ってるんですか。藤原の。そうそうそう。へえ。ジブリといえばの方だね。え、私井上あずみさんの方がジブリなんです。ジブリといえば、私ユーミンかこの人。ああ。ユーミンみたいな有名なやつは俺見てなかった。私てっきりなんかエヴァンゲリオンとか来るのかなって思ってました。私もそうだと思ってました。全然わかんないから。なんかみんな親しみやすいもんな。カラオケの上位ランキングとかから取ってくるかなって思いました。アニソンランキングは個人的に好きなの適当に入れて。じゃあボーワンちゃん、いつかアニソンやりましょう。インタビューリクエストがなかったので、私のリクエストと間違いなく分かる人と分からない。またいつかやりますよ、ちゃんと。一月後ぐらいに、ね、また次、比較的アニソンが分かるメンバーが揃った時に。そうね、比較的揃いやすいけどね、私とクッキーは。そうね、暇人だからね、日曜に関してはアニソンステイエイゼを揃えて。ステイエイゼ。あと誰だ。
そのせいぜい連れて何そんなっていうのゲストで言ってほしい。あの足があれば来るんですけど足がないんですよ。もしあれだったら連れて時間があったら。大丈夫ですよ。あのうちから送迎車出しますよ。おだったら来るか。ほら行くか。行くか。でも私ラジオで本当に役に立たない人間なんだよな。いや大丈夫です。うちの番組休止とすらないんで。やばい。フリーダムだ。番組 の, あのアニメのテーマ何するかって言った時に大体5分もう放送開始5分前とかやばいすごいもうその場で話してもうその場でもう金だったらパーって話してああ私アシスタントの人とどうだろう2人で話すのもありますしジャンプ向けアニメとかだったら比較的多分当てに行けるかなジャンプ系ですかジャンプ系とかだと分かんないかもオープニング用に気取られてるからああそうかもしれないやっぱり知らないときついよねやっぱサビドンかなワンピース事件結構何でもいいんですけどねワンピースあれだったんだねイントロねだからワンピース、うん、なんでみんな知らないのってなっちゃうオープニング用にカットされたイントロを認知するああなるほどね確かにそれはあるかもねアニソンはねだからオープニング当てゲームならもうみんなどんどん行くと思う、うん、サビ当てとかだったら100パーいけるだもんサビ当てゲームだね、うん、ジャンプ系だと次何やろうかなネウロやろうかな射撃のソーマをやろうネウロ懐かしいなあれもうれした、ね、ネウロの作家さん次の作品もう終わったしこの前最終、うん、暗殺教室終わりました、ね、終わりましたね暗殺教室終わったんですか、はい、終わりましたよ嘘だから次の単行本で多分ラストです単行本ですねどんな表紙になるんだろうこの前桜だったからな、うん、こんなんなんだろう色が全巻持ってますから全巻持ってる面白いですもんねお漫画の方がすごいんですよ3000冊ぐらいあるんで私も漫画めちゃめちゃ持ってます親にもう売れって僕なんか結婚してた時床が抜けたんで本棚にえあでも私も抜けるって言われました親に抜けたんで嫁さんに全部本売られて本売られて悲しいで電子書籍にしなさいってああ収まらないですからね3000冊持ってますすごいななるほどなるほど場所取りますもんねでも金額400万近い呼びたい、はい、終わりますはいあジングル行って次のコーナー行きますはいはい、そろそろ行きますよはいはい、というわけで、はい、次新コーナーなんですよ、ね、新コーナーなのか、はい、今までね今までずっと単語三兄弟というコーナーをやってきたかと思うんですけど、うんうん、2回続けて、うんうん、今回新コーナー、うん、さっきもコールにあった通りねえねえこれ何の音何の音というこれどういうコーナー、うん、イントロとは似てるんですけど、うん、皆さんの日常生活にあふれているいろんな音を、うんうん一瞬だけ聞かせます一瞬だけそれが何の音かを当ててくださいというなるほど一応チャンスは2回作りますね2回聞いて分からなかったら一応ヒントを言いましょうおなるほど一応10個用意してるんで今回初めてのコーナーなので全然尺が分からないめちゃくちゃベタな発言してるちょっとね収めないといけないからそうね、うん、しかも自分で発案しといてどうなるか分からないこのまあとりあえずねやっていっちゃいましょうとりあえずやってみようというコーナーなんですけど、うんうんうん、見切り発車行こうやれるきっと皆さん、うん、一応分かる音をなるべく揃えたので、うんうんうん、ぜひ当てに来てくださいリスナーの皆さんもぜひそうですねぜひぜひカードをどんどん流してくだされ ば、うん、拾いますので、うん、拾います、はい、では早速まず一つ目いってみましょうか、はい、はい。ねえねえこれ何の音あーうんはい、はいうんうん、これはこれは比較的簡単わかるわ、うん、かりますかねはいえ言っていいやつですかどうだろうもう一回言っちゃうもう一回一応流しますか、うん、じゃあ、はい、確認を込めて、うんうんうん、もう一回いきましょうねえねえこれ何の音はい、うんうん、分かったかなキーボードを叩く音 OK よしOK はいこんな感じですよ皆さんなるほどこんな感じのキーボードのこっち音ですこれちなみにキーボード打ってるのは私です親そうなのあの直前に音を拾いました拾って流してますそういう音もあるので、うん、分かりにくい部分もあるかもしれないんですけど頑張って当てに来てくださいというなるほど、はい、
わかりますかね。これは分かった。これは分かります。これは難易度比較的軽めかな。一応後半に行くほど難易度を上げてるようには設置しているの。なるほど。ラスト10問目が厳しいかもしれないですね。おお、じゃあ10問目までいけるように頑張っていきましょう。ましょう。まあサクサクいきましょう。じゃあサクサクいっちゃう、はい。じゃあ2問目。ねえねえ、これ何の音？何これ、何これ。一個だけ思い当たる節がなくもない。ない。あれかな。あるかな。じゃあもう一回確認を込めていきましょうかね。はい。はい、ねえねえ、これ何の音？ボールペンカチカチ？うん。合ってるぞ。合ってる？当たってる。カチカチのことを何て言うか知っているか。ノック。当たり。それはい、正解はボールペンのノックの音。なるほどね。むずいよね。カチカチ。カチカチ。なかなか案外皆さん、わからないんじゃないですかね。ね、なんか言われてみればって感じだけどね。今カチカチしてらっしゃいます。ちょっとね、その音ですよ、さっき流れていたのは。馴染みあるボールペンは各自違うから。ああ、なるほどね。逆にノックをしないタイプの方もいらっしゃる。そうですね。蓋式の。うんうんうん。そういう人には分からなかったかもしれない。いや、分かるかもな。まあまあ、大体の人はね、使えますか、ノック式も一応。ですね。というか、ちょっと。次のやつは、一瞬ですね。うん、一瞬だ。一瞬。お、耳を澄まそうと。よく聞いてください。はい、皆さん、耳を澄まして。じゃあ、いきますよ。ねえねえ、これ何の音？そこ笑わない。そこ笑わない。ほら、マイクに近づく、ちゃんと。マイクに近づいたら笑い声のミキサーさんが大変でしょ。これは、あれか。あ、わかったっぽいな。わかった。ほう、わかったか。でも一応、もう一回ね。もう一回行きましょう。はい、じゃあもう一回行きましょう。ねえねえ、これ何の音？じゃあもう森田さん、あ、行っちゃっていい、はい、傘を開く音、はい、はい、正解。一個なるんだ。今なったの。あれ、今の、今までならなかったの。一応あったんだ、その音。ピンポンって今なった。はい、正解です。はい、ありがとうございます。開く音。カシャ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 カスーパン。これ悩んだんですよ。こう、うん、一瞬で開くタイプにするか、こう手動で開くタイプ、はい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 、でもこっちの方が一応皆さん的には馴染みがあるのかなと、こっちの音にしてみました。これはセイラさんの私物ですか？いや、物質にその辺に転がってた傘を出てきました。あの、物質の傘立てにいっぱいありますからね。はい、誰のかなっていう傘をちょっと拝借して。なるほど。まあ、今度捨てましょう。今度捨てましょうね。紹介しましょう。ちょっといらないものが今、紹介しているので。はい、うちは遠く。この辺は比較的分かりやすいんじゃないですかね。次も一応分かりやすい音ではあります。おお、楽しみじゃ。はい、では行きましょう。ねえねえ、これ何の音？多分わかるけど、なんでそんな自信なさそうなの。なんかこんなに長いことやるけど。あれ難しくない？いこれ、いや長いかもしれないじゃないか。うん、え、違ったらどうしようだけど、まあとりあえず、じゃあもう一回確認のために行きましょう。もう一回聞きましょう。はい、ねえねえ、これ何の音？さあどうだ。ハサミで髪を切る音。うん、うなずきをもらった。うん、正解。やった。なるほど、言われてみれば。はい、多分これ画用紙かなんか切ってんじゃないかなっていう音ですけど。うん、面白いね。はい、これはちなみに撮った音じゃなくて、こういう CD、うん、交換音 CD からもらってきました。なるほど。これね、だいぶ長いこと切ってるわけ。シャコシャコしてるなと思って。シャコシャコしてるな。ミキサーさんと音を選びながら、こんなに長いこと切る髪あるかなって。同じ疑問持ってるじゃん。さっきの私と同じ疑問持ってるじゃないのさ。なるほどね。音を選んだんですけど、わかりましたか？ちなみに森田さん。いや、わかんなかった。わかんなかったですか。本当はこうシャキシャキって音にしようかなとは言ってたんですけど、うん、はい、これは難しかった。ちょっと難しかったですか？オリジナルじゃないってのがね、またちょっと。でも、もっと難しくなりますから、ね、これ半分ぐらいですよね。ん、折り返し地点ぐらい今、うん、今4問目、次5問目ですね。だから、どんどん難しくなってくるとこら辺なのかな、ね、この辺から難しいのか、はい、うんうんうん、まあ、次も比較的いけるのではないでしょうか、うん、特に自宅生、これヒントですな。お、自宅生、はい、自宅生は私のみです。あら。はい、ねえねえ、これ何の音？
多分分かりました、うん、おそらくあれであろう、はい、おそらくねいかがですか自宅生の森田さん自宅生の森田さんいかがですかちょっとね多分最初に思いついたのが、はい、ランドノートランドランドと困惑をしている私たちが置いてけぼりをくれなんか薪を入れる音みたいなねあーなるほど馴染みありますかないんですけどないですないですを最初思いついたけど、うん、あこれ違うなってちょっと一つ別のものが思いついたんですけどちょっと難しいかなこれ自信は全くないじゃあもう一回聞きましょう聞きましょうお願いしますねえねえこれ何の音さあどうだ新聞紙をめくる音正解あー当たってた当たってたあピンポンだった、はい、新聞を読む音というわけで自作成といった意味分かったでしょうか分かりました、うん、比較的にそうそう自作成の方が新聞は馴染みがありますよ ね, すね、はい、いやこれはちょっとねでもあんな乱暴に乱突にページめくる人いるのかの、はい、これは私ではなくて、うん、こう前回前々回補助で入ってくれてた比嘉公平くんにこう、はいはいはい、君手のリーチが長いでしょやってってやったら怒ってるっていうめくり方をするもんだからなんで音が鳴らないんだもんそう静かにやるとねシューンってなるから、ね、そうだね頑張ってって言って頑張って音を拾いましたなるほどありがとうございますだから入ってきちゃったかもしれないですねでもどんどん難しくなりますよまだまだいきましょうまあまあまあまだいけますねはい次の問題、うん、ねえねえこれ何の音あこれはさあどうだ、うん、これは馴染みあるね、うんうん、学生の皆さんには馴染みがあるんじゃないですかね、うん、そうですねこれヒントですね、うんうんうん、もうこれはちょっと多分クッキーと自分は分かったんで、うん、当てれます当てれま す, れますもう一回いきますか、まあ、一応聞きましょうか、うんそうそうね、はいじゃあもう一回ねえねえこれ何の音はい、うん、じゃあ答えちゃっていいですかどうぞどうぞあの黒板に文字を書いて消そうと、うん、正解です、はい、これはねもう聞いてますから本文ですかです、ね、僕らの私たちの本文ですねむしろ聞いてなかったらサボってんのかもうほら大学生になったらホワイトボードに変わっているじゃありませんか、うん、あそういうところもある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 ねあるねあるけど僕らの主に使う校舎は黒板が多くないかあそうなんですかあれ多分学科によると思いますよ共通とかだとホワイトボードの方よく目にしますしあそっかそっか、はい、あ確かにそうだなまあまあ、ね、黒板、はい、ちなみにこの音は、うん、うちのサークルに所属していらっしゃる前回前々回と出演してくださった杉本さんが教育学部なので、うん、お得意でしょうとお願いしました黒板を書くのはお得意でしょう綺麗だね確かに綺麗、うんうん、な音です、はい、そしたら字が綺麗な、はい、素晴らしくいい感じの音を出してくださったので、うん、こちらとしてはすごくやりやすいです ね, ねはいまだまだいきますよ次は7問目ですねはい、はいはい、じゃあいきましょうねえねえこれ何の音おはいどうだろうかおうこれはどう答えればいいのか逆に迷うっていうやつよねええやんうえ項目をしていらっしゃるおおおえんファン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 で聞こえたファン聞こえたもう一回いきますかもう一回お願いしますはいじゃあいきましょうねえねえこれ何の音はいはい、わかるかな、うん、答えはとりあえず言っていいかなどうぞなんかそこら辺の道端の音ダメクラクションクラクションなんだけど何のクラクションでしょうこんな音がするのは私たちにも馴染みのある乗り物ですねあ、でも森田さんは馴染みがないかもしれない電車電車ではないじゃないバスバスですバスそうですバスこんな音なのバスのクラクションへちょっと待ってそんなクラクションが多発するような危険なバスに乗ってないんですよあ危険なバスだからってクラクションが鳴るわけではないなるほどまあ言われてみればという感じではあります、まあ、ちょっと確かにトラックも、うん、でもトラックはもうちょっと短いと思いますよ比較的なるほど、ね、普通の車なので、うん、はいちょっと分かりにくかったですかねでもまだ行きますよまだ行きますか次はもっと私たちに馴染みのある音ですねほでは行きますよ、うん、お願いしますねえねえこれ何の音
さあどうだ、はい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 、これはまあ、はいはいはい、一瞬自分の携帯が鳴ったかなって思ってたね。お答えですねそれ。一応確認のために、うん、リスナーさんのためにももう一回聞きましょうか、うん、お願いします。ねえねえこれ何の音？うんうん、ということで、はい、うんうん、はい、答えられますか？LINE の、あの、電話の時の音。LINE の着信。はい、はい、正解です。ねえ、これは皆さん馴染みがあるんじゃないですか？そうですね、僕ら、そうですね、僕ら世代にはもう、はい、メールじゃなくて LINE っていう世代なんで。何でもかんでも LINE で片付けちゃう、ちょっと悪い習慣でもあるんですけども。そうですね。便利ですからね、LINE。便利ですね。はい、まあまあまあ、最近私の LINE 泣かないんですけどね。泣かないとマナーモードにしてる。ああ、はい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 、泣かないです。この音が出ないと、はい、人様の音からじゃないと聞かないですこの音。でも人多くないですか、うん、基本的になんか授業とかもあるし、ずっとサイレントマナーの方多いですよね。多いと思います、うんうん、でも何人かで集まった時に、うん、なんかこの音なるじゃないですか、はいはい、みんなポケット確認しますよね。あーでも、もしやみんな鳴りますからね、私のみたいな機種関係なく、うん、そうそうそうですね、確かにそうかもしれない。ちょっと面白いそれは、はいはい、さあ、あと2問なんですけど、はい、これは、うん、若干それなりに難しいんですよ。難問がとうとうついに来たか。2問は難問なので、ミキサーさんが頑張って音を2つに分けてくださいました。何それ、どういうことですか？だからその2つを吟味して考えていただけるといいのかなと思います、うん、なるほど。じゃあ行きましょう、はい、ねえねえこれ何の音？何ですか？すごい。え、正直この音じゃ私もわからない。答えを知ってる私でもわからない。溶接？違うよな。溶接？そんな音持ってこないです。馴染みありますか溶接？ないです。馴染みのある音。ハンダゴテとか持ちます？ハンダゴテ一回だけ持った。絶対わからないです。まあわかんない。まあ次がそこで行く？久木原さん行ってみます？ガスバーナー？近いぞ。え？近い。ヒントだそれ。あ、わかった。わかったけど。もう一回行きましょう。ねえねえこれ何の音？うん、今若干聞こえたラストのパチって音聞いたかもしれない。多分だけどこれ答えちゃっていいのも。あ、いいですよ。あ、あれかな、あのなんだっけ、ガスコンロじゃなくて、はい、あれ、はい、ごめん、わ、答えはそのままそのまま、これでいい、ガスコンロのコセット、コセット、カセットですね多分。大丈夫です、何でもありです。カセットコンロ。はい、正解。はい、あ、よかったよかったよかった。コセットコンロ、着火してる音ですね。うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。おあ、あ、あ、わかる。これ聞いたらわかりやすいですね、うんうん、確かに、はい、ガスコンロの着火音ですね、うんうん、皆さんでも最近 IH とかで馴染みがなかったりするのかもしれないですね。うん、鍋とかをねやるときとかも IH の、若い人とかは弱火中火が数字で見るから実際の日になるとわからないって人多いですしね。なるほどね。はい、というわけでこんな感じでラスト1問もそれなりに難問ですよ。わかりますかね皆さん、いけますか？頑張りましょう。うん、次お願いします。はい、うん、ねえこれ何の音？はい、そうだ、ピタゴラスイッチ。馴染みは大事にしていきましょう。馴染みって大事ですよ。あのミキサーさんがすごく楽しそう。なんかね、機械系かな、ギーコギーコ、機械は合ってますね。うん、なんだろう、機械、馴染みのある機械。あ、でもこれ多分ラストに入る音で確実に分かるんですよ。ほう、なるほど。だからもう一回聞きましょうね、耳を澄まして、ますラストに、うん、はい、ねえねえこれ何の音？さあどうだ、電子レンジ。いや電子レンジの中でも、え、どういうことどういうこと。あ、これはね電子レンジだと違う音なんだよ、うん、え、ヒントはね、うん、パンを焼くときに使う、 あ、オーブントースター。イエス、おー難しいな。難しかったかな。さすがに最初の GE の音が GE はね、あれですか、最後にパンがポンって飛んでくるやつですか。そんな感じだね、できたよって。できたよ。GE 曲
通りね、焼けたよみたいな感じで。皆さん分かりました？これで全部なんですけど、問題自体は。ちょっと難しかった。難しかったですか？あ、でも、ちょっと、ね、気合いの入って面白かったですね。一応、馴染みのある音を抽出はしたんですけども、まあ、ガスコンロとかも、皆さん最近馴染みがないかもしれないですね。というか、耳を澄まさないから。そうね。私たちは耳を使うサークルですよ。ガスコンロ使う時にさ、そばまで耳持ってかないと。耳開けたいし。確かにそうですね。めたいこと言っていいですか？尺いい感じ。いい感じ、来たこれ。よし、じゃあ曲。というわけで、いっちゃいますか。楽しめましたか？うん、すごい楽しかった。あ、ならよかったです。はい、じゃあというわけで区切りもいいので次の曲をいきましょうか。そうですね、曲。はい、次の曲は？お、じゃあ私が紹介しちゃいましょう。はい、お願いします。じゃあ大塚愛のさくらんぼ。最近ユース、さっきユースと確認したら4人ぐらい見てました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。なんか来てるのかな。来てなかった。さっきヨウさんからの、そう、私、何なんでしょうこれは結局。あ、でも聞いてくださってる方いますね結構。嬉しい、本当に聞いてもらわないと僕らのあれはね、励みになりますね。そうモチベーションに関わってきます。あ、私の役目はもう終わったと。終わった。コーナーにメインありがとうございます。ありがとうございます。本当に仕切るの向かないからな、もうダメだな、ね、頑張りますね。なんかすごい本格的な。そうえ、あ、気づいてなかった。マサロさんが本格的なカメラを構えたんだけど、なんかカメラを新刊用に撮ってな。あーですね。なるほど、ちょっとあれですね。撮ります。喋ってる感じ。喋ってる感じ。喋ってる感じ。なんか深海用の写真撮影が。喋ってる感じ。新刊ですよ。そうなんですよね。誰かね入らない。何に対する。そう。なんかもしかしたら あの新しい留大生が。そうね。聞いてくれてたら本当に嬉しいね。ですね。皆さん帰りましょう。最悪多外館だ、多大学でも OK なんで。 OK ですか？ OK だよ。 OK なんですか？固まってませんか？あ、本当だ、固まってる。ツイキャスがまた留大生であるっていう縛りないんで、実はあれサークルって。そうなんですよ。だから多大学からたまに見学に来る人とか他のサークルになりますから、もしなんなら OB の方また戻ってきてくださっても構わないんですよ。OB の方大好きだから私。本当にお世話になりました、本当に。さくらんぼ、この曲本当かわいい。今の時期ね、沖縄早々となくなっちゃったけど、もう桜散りましたからね。そうね、東京ね、今週行ってきたんですけど桜綺麗でしたよ、すごい。あ、ですね、うちの地元もちょうど今見頃ですね。あ、そうか、九州、あ、宮崎は綺麗でしたね。お、復活。お、桜咲いてるかな。ん？大阪も桜咲いてるのかな。ああ、大阪はどうなんですかね。
オッケーオッケー。 CM 中ですね。じゃあ次はエンディング明けでジングル入って、うん、ですぐエンディング。そうだね、明けです。すごい、なんかエンディング何話そうかな。ここら辺行っちゃう？行っちゃうか。もう新入生来いっていうのを。アドレス？アドレスも。もう一回最後に言えば。多分アドレス言ってたら時間という間だと。はい、ロンマークでーす。めっちゃ笑われた。ということでね、はい、もう早いですね、もう1時間でしたね。すごい、ちょっとツイキャスとユーストの方にちょっと聞けないのがちょっと残念なんですけど、はい、今バックの音が YMO で大学生のラジオなのかっていう YMO もうキョトンとしてる2人が30年ぐらい前の、あ、生まれてもいない、影も形もない私。そうですね、40代50代ぐらいの方は多分反応するんじゃないですかね。まあ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 、でも素敵な曲では、まあまああるんですけど、はい、大学生のラジオで、まあまあまあ、その話はもうまた今度にしましょう、はい、積もる話ですからこれは。ということでね、まあどうでした、はい、1時間初だったんですよね。そっか、でもなんていうか今回はクイズ形式のものがすごい多かったので、ね、楽しんでやりました。始まるとこう緊張忘れてしまう感じで、喋り出してしまえばこっちのもんだそうですね。もう耳を澄ましてる時間もそこそこあるっていう、ね、なんかクイズ形式はやっぱりね、マイク忘れちゃいますね自分。そうなんですか。悩み込んじゃいますから、頭抱えたらマイク入らないよ。そうそうそう、忘れちゃう。ちょっとまあまあまあ、これはまあでも楽しかったからね、はい、もう僕らが新コーナーのね、効果音の方もすごい、なんかこういう形であの音を聞くとはみたいな感じで、それで多分傘を引き出したんだけど。新鮮っていう、はいはい、すごい、アーク溶接じゃないか議論がね、この辺で CM 中ずっとなって、さっきのあれですね、自分ガスコンロの音が溶接の音ではないかとずっと言われて、違います、ガスコンロの音、ガスコンロから取った音です。違う、溶接から取ってきてコンロって言ってない？言ってないです。言ってない。言ってないです。いやもう、だって2個目の音の勝ちはどう聞いてももう、ガスコンロ。カチカチカチって音は完璧にコンロの音ですよ。はい、こんな感じで、わちゃわちゃやってきましたね。わちゃわちゃ好きですね。もう、そろそろ4時っていうことで、もう夕日も落ちてきてね。はい。西日がきつくなってくる頃ですかね。ね、もうこのスタジオ、すごいね、見晴らしがいいんで、たまに、もしね、来れる方いたら見学も確か可能ということだったのでですね、可能です。そうそう、なのですごい綺麗なので、実際ね、ギノワンにね、 FM ギノワン立ち前通った方はね、ちょっと入ってみてみたいな感じで、はいはい、もしかしたら誰か放送しているかもしれない。そうそう、日曜3時に来てくれたら嬉しいな。その時はもうなんなら私たちが引き込んでゲストとか、はい、どうぞ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 、リスナー参加型ラジオなんで、でも目の前で答えてもらえたらそれはもう、そうね、リスナー参加型ですよ。そうそうそう、引き込むの大好きなんで。もう僕らのね、常套手段なんで、人を巻き込む。巻き込んでいくスタイル。ということでね、まあまあまあ、そんな僕らのね、紹介ちょっとだけ、そう、まあ僕は琉球大学放送クラブというね、サークルなんですけど、まあもちろんどこのサークルも多分どこもそうだと思うんですけど、新入部員もちろん募集してます。はい、そうですね、もちろん募集してます。目標は5名以上10名以上え、そんなに。私コミュ障なんで無理ですよ。そんなにこの目標初めて聞きましたね。まあということで、まあ多ければ多いほど私は嬉しいので、はいはい、まあ、たくさん来てください。まあ、水曜日のね、夜から、7時ぐらいから、部会やってるので、毎週、もし、よろしければ、はい、サークル等の210に来ていただければ、まあ、それ以外の時間でも、はいはい、部員がいれば対応、はい、もちろんできますので。はい、あと、ツイッター、フェイスブックあと、ホームページや、メールアドレスの方もありますね。ホームページの方は、私たちが随時、週2回のペースで、ネットラジオを上げています。
それはなんて検索したら出ますかね。ラブチク、ラブチクで検索していただけたら、ひらがなでラブチクというふうに検索をしていただければすぐ引っかかると思うので、琉球大学放送クラブラブチクっていうホームページサイトが出てくると思うので、はい、ぜひぜひそちらの方も聞いていただけると面白いのかなと、ね、うん、琉球大学放送クラブ大抵もう全部出てくるのでそうですね、最悪そっちで検索してください。はいはい、一応メールアドレスの紹介を行いますか。そうですね、なんか連絡私たちにコンタクト取りたいよっていう方、はい、うん、メールアドレスありますのでそちらにお願いします。はい、スタジオラブアットマーク gmail.com ですね。はい、studiorub@gmail.com。はい、すごい、なんか度忘れしちゃって。何を、もう、あの、年です。21歳の時は年です。はい。一体何を忘れたのか、私たち大変気になるところなんですが。そうですね。うん、まあ、とりあえず、たくさんね、来てくれたら嬉しいなということなので、またね、はい、たくさん来てほしいということだったら、はい、この番組メッセージ、もちろん募集してます。はい。FM 木野さんのね、メールアドレスに送っていただいてもよろしいので、はいはい、そちらも紹介しておきます。797@fmginowan.com ですね。797@fmginowan.com ですね。そちらまで送っていただければ、はい、メッセージ、ね、随時募集、うん、紹介していくので。イントロ動のテーマ、これにしてほしいなんていうのも募集してますので、はい、それいいですね。いろんな意見をくだされば。もう一回アニソンやってでも頑張りますので、リクエスト全然随時受け付けておりますので、はい、よろしければ。まあ、イベント紹介してでも最高いで、はい、いいので。はい、はい、というわけで、ここまでお送りしたのは、ここまでお送りしたのは、琉球大学放送クラブ3年次森田優希と、2年次坂本聖良と、2年次の久木原優衣でした。はい、ありがとうございました。